私が見たもの。学校の近くに古い空き家があって、子供たちの間でお化け屋敷って言われていました。木造の家で、屋根や壁の塗料が剥がれていて、庭の草も手入れはされていませんでした。それでも鍵がかかっていることもあり、入った人はいなかったようですけど、いたずらをされたのか、ガラスが割れていたり、落書きがされたりしていました。友達で、その家の前を通るのが怖いという子もいましたが、私はただの古い家だと思っていたし、怖いという感情はありませんでした。一見するとお化け屋敷のような家で、そのために怖がられてはいましたけど、悪い噂なんかは一つもなかったんです。友達の家に遊びに行って、すっかり遅くなってしまったある日のこと。遅くなってしまったと言っても、夜の7時ぐらいだったと記憶しています。私はその家の前を通りました。するとその空き家から小さな音が聞こえてきたんです。よく耳を澄ませてみると、テレビかラジオみたいな音でした。あれ？誰か住んでいるんだろうか？私はそう思いました。お化け屋敷という噂だけで、人が住んでいないと思い込んでいたけど、もしかしたら、ちゃんと住人がいたんだろうかと。割れた窓から、何か光のようなものが見えました。白や赤などカラフルで、暗い部屋でテレビがついていたら、こんな感じだろうなと思いました。窓は、凸凹の模様がついたガラスだったんで、はっきりとは見えませんでした。なんだ、誰か住んでいたんだ。家の中でテレビを見ているんだな。その時はそう思いました。ですが次の瞬間、私の背筋はぞっと凍りつきました。窓の枠の横に、壁が剥がれて壊れたのか、小さな穴があったんですけど、そこから、何かが見えていたんです。それは、人の目でした。私は、その目と自分の目が合ってしまったことに、ゾッとしました。いつの間にか怖くて、走り出していました。その後学校の友達に、その話をしたんですけど、噂は、脚色されて広まってしまい、同じような体験をしたという人がどんどん増えていきました。私は怖くて遠回りをして家に帰るようになりました。それからも何度か通らなければならない時はありましたけど、変なものは特に見ていません。私が見たあの目は、一体、誰の目だったんでしょうか？点灯する蛍光灯。夜勤のバイトを始めた頃の話。慣れない昼夜逆転の生活をしていたんで、バイトがない日の夜中に街を散歩することがあった。その日は、近所の中学校。といっても、卒業した中学ではない。その横を通りがかった。窓から、校舎の中の様子が伺える。
とは言っても、深夜だから当然電灯はついていない。ふと、廊下の奥の方が明るいことに気がついた。立ち止まって見ていると、その明るさが移動した。蛍光灯が一本だけついているようだ。その蛍光灯はすぐ消えて、その隣の蛍光灯が点灯した。次はさらにその隣の蛍光灯が。そんな感じで蛍光灯が順番についていった。不思議な現象だったけど、やがて廊下の端まで点灯していって見えなくなったんで、その日は帰った。それからしばらくして、同窓会みたいな集まりの時、この話をしてみた。話が終わった時、その中学を卒業した友人がこんなことを言った。自分が中学生の時、校内に幽霊が出るという噂があった。自分は見たことはないけど、深夜の校内を歩くだけの女の霊がいるらしい。そしてその女の霊が歩くとき、女の上にある蛍光灯は点灯するらしい、と。自分には見えなかったけど、もしかしたらあのとき、点灯した蛍光灯の下を、その女の霊が歩いていたのかもしれない。話し相手。ほんの1、2時間前の出来事なんだけど、聞いてほしい。俺は姉と二人で暮らしているんだけど、今日俺が鍵を忘れてしまって、家に入ることができなかったんだ。で、駐車場に車があったから、姉は帰ってきてるんだなと思い、何回かピンポン押したんだけど、反応がない。さては気がついていないんだなと思って携帯に電話をしてみたんだけど出ないんだよ。ちょっとイラッとしたんだけどもう一回ピンポン押してみた。でも反応がない。仕方がないから携帯から家の電話にかけたんだ。姉の部屋にコードレスの呼気があるからさすがに気がつくだろうと思ってかけてみたら、呼び出し音にならなくて、なんかノイズが聞こえてくる。ザーザーって感じで。気持ちが悪いなと思って、もしもしって言ったら、ノイズでよく聞き取れなかったんだけど、何か言ってる。そうしたら、姉が鍵を開けて出てきたんだよ。風呂に入ってて気がついていたんだけど、遅くなってごめんって。あれ?って思ってさ。家の電話を誰も取っていない。じゃあ携帯で今話しているのは誰だ?ってね。で姉に、家にかけたらここにかかったんだよって俺の携帯を貸したんだ。姉が、もしもしって言ったら、かすれた声で、はいって言ったらしい。姉が急に青ざめてしまい、俺に携帯を返してきたんだ。聞いてみてって言うから、もう一度携帯を耳に当てて聞いてみた。呪ってやる、呪ってやる。かすれた小さな声でずっと言っているんだよ。しかも声がだんだんとでかくなってきている。ここで怖くなって電話を切った。姉は泣いてしまって、俺も泣きそうだよ。一体あれは何だったんだろうか。今日は怖くて
寝れそうにないよ。